三越の前身、越後屋のチラシ中国の総長に作られた歴史上初の広告動繁華番広告は、否認的メッセージの中に明示された広告主が所定の人々を対象にし、広告目的を達成するために行う商品、サービスさらにはアイデアについての社会的な情報伝播、活動であり、その情報は広告主の管理可能な広告媒体を通じて、 後半に社会に流されるものである。広告には、企業の広告目的の遂行はもとより、消費者、または利用者の満足化、新しいものや考え方、アイデアとの出会い、さらには、社会的、経済的福祉の増大化などの機能をも伴うことになる。さらに多くの人々の価値観に影響を与え、長期に社会的文化的な影響を与える場合もあることから、 本来的に様々な規制のもとに置かれると言える。企業の他に、非営利機関、個人などが広告主となる場合もある。一般に広告とされるものは、コマーシャルやチラシの拡散といったメディアを介した宣伝活動に代表される。しかし、大衆社会では、効果的な商品陳列から式典で鳩を放つといった象徴的行為まで、特定の事象を強調する存在は、 媒介手段によらず一定の文脈化では、結果的にすべて広告たり得る。そのため、広告とそうでないものを分類する基準は、物質的なものではなく、宣伝する意図性の有無が基準となる。この意図性は広告の送り手が実際に意図を持つことを、分析者が考察の中に入れる、という意味や、広告の受け手が送り手の意図を推察しながら、広告を受け取る、 という社会的なコミュニケーションのダイナミクスが広告にはある。広告であるためには以下の3条件が整っていなければならないというのが米国流に見た広告の定義である。アメリカマーケティング協会やアメリカの多くの研究者の定義を踏まえて定義づけたものがある。管理可能な広告媒体否認的メッセージ明示された広告主が行う広告物は紙や画像、映像、 web ページ上の造形表現物のことであり、活動であるかどうか、社会に実際に流されたものかどうか、といった点で、広告とは異なる概念である。一見、日本語の広告は英語のアドバタイジングと対応すると考えられがちで、あるが、ゆるキャラ、企業のパブリシティが記事や番組になったもの、冠イベント、ロゴマークをバックにした記者会見、自社サイトなど、 英語のアドバタイジングやその直訳のマーケティングの定義する広告には当てはまらないものが日常使われる日本語の広告という言葉によって差し示されることが多い。日本語の広告が英語のアドバタイジングよりも意味が広く差し示すことが抽象的であることに留意が必要である。さらに、プロパガンダを政治宣伝、アドバタイジングを商業広告と区別して扱うことも 妥当に思われがちだが、その区別はさほどたやすいものではない。大手広告代理業で最古のものは1864年創業の j ェイ・ウォルター・トンプソンと言われている。エジプト人はパピルスを使用して、ポスターと宣伝文句を作成していた。紀元前11から7世紀頃の中国では、竹の笛で歌詞を買う、子供たちを呼んでいる様子が、死境に書かれている。広告を出したい。 と考えているものが、広告主として、放送事業者、新聞社、出版社、パブリッシャーなど、最終的に接触する多数の人を持つ媒体者から、スペースや時間枠、あるいはより一般的には広告チャンスを購入し、メディア特性に合わせて制作した広告メッセージを、出稿、配信し、講習、あるいは受け手に連達する。その行為の対価として、広告主は、 媒体者等の組織、企業に広告費を支払う。広告主となる企業が数多く、媒体者も種類が多く、適切な広告活動は難しいことがあるため、広告主とメディア双方から手続きの権限を委ねられ、仲立ちをすることから発生したのが広告代理業である。ただし21世紀に一般化した Google の検索連動型広告も、内容連動型広告も、 ソーシャルネットワークサービスや LINE などに挿入されるアプリの中の記事体広告も従来からの説明では十分に記述できていない。しかしこれらは広告収益を基本とするビジネスモデルの世界的な巨大企業を成立させ20世紀までの広告取引の仕組みとは異なる論理で広告展開がなされていると言える。ネット広告においては 2010年頃からこれらの取引や発信をネットワーク化、自動化、リアルタイム化することが始まり、広告主自らがデータマネジメントシステムをもとに広告を配信できる。一方で、従来からの説明にない中間業者も多数生まれ、業界、取引の構造が激変し、未だか時と認識する向きが多い。このような変化の状況か、未だ現在の広告業界を 俯瞰的に説明する枠組みはできていないな世界最大の広告大国はアメリカであり、ついで日本である。イギリス、フランス、ドイツが続くが、総合国費は日本の半分である。文化大革命で抑えられていた中国は今急激に追い上げている。アメリカでは GDP に対する総合国費の割合が2%であり、 国土の広さと使用言語の多さが日本の倍にしている。多くの大学で広告が研究され、広告学部や広告学科なども存在する。広告それ自体は世界でそう変わるものではないが、広告関連企業は日本と世界で大きく異なり、いわゆるメガエージェンシーと呼ばれるものが非常に大きい位置を占めている。 昨日別に細かく分かれる代償様々な代理業が一つのグループを組んでいる。結果、巨大な企業グループが世界には存在することとなる。無数の代理業が集合して巨大グループとなる背景には合併や統合が相次いでいたこと、一業種一社制という業界慣習があることが背景と考えられる。つまり、ある代理業がある自動車会社をクライアントとしたなら、 ライバル企業の広告には関われない。よって規模の利益を追求すればグループ化ということになるのである。2010年代主要先進国ではインターネット広告が伝統的なマス広告の代表であるテレビ広告を金額的に凌化するレベルにまで成長、拡大した。この業界変化の中でコンサルティング業界からのネット広告への参入が果たされた。 伝統的にコンサルティング業界には一行主一社制という概念はないために、例えばアクセンチュアは同業の自動車、通信、金融などのグローバル広告主を複数扱っている。つまり、現在の広告業界はネット広告の身長によって異なる業界からの異なる論理をもっての参入が生じ、取引の構造やルールが激変し、 この点でも未だ大きな変化の過渡期と認識する向きが多い。大日本帝国では1942年に広告税法が施行されており、新聞、雑誌、書籍など出版物による広告には10%の広告税が課されていた。その他、立看板、係り看板、上り、旗、兼職看板、野立看板、学面広告、 チラシにもそれぞれ税率が定められていたので、広告費は当時の広告税の税収額から推測できる。ただし、宗教法人や大倉大臣から、くじに関する団体の指定を受けた、大制翼3会など、非課税とされていた団体もある。また国外では、カラフト、関東州朝鮮、台湾にそれぞれ広告税法が施行されていた。 これらの法律は1946年、連合国軍占領下の日本で廃止された。日本の広告費は、経済産業省の特定サービス、産業動態統計や、電通の発表資料で見ることができる。2004年の広告費は、特定サービス産業動態統計では5兆4684億円、電通資料では5兆8571億円となっており、 おおむね5兆円後半程度と思われる。傾向として主要4媒体広告はテレビ以外は低迷。その他の広告ではインターネット広告が大きく伸び、2019年ついにテレビ広告を抜いたことが挙げられる。Google や Facebook 等の SNS が個人商店や小規模の事業にとって簡単に広告可能なメディアとなり、いわゆる日本の広告費の範囲以外となる部分が大きく、 認識されるようになってきた。Google に限ってみても、親会社アルファベットの売り上げには中華、人民共和国での活動がないから、世界の GDP 比で考えても1兆円前後の売り上げを Google は日本で上げていることになる。これは、上記のインターネット広告推計値の概数であると考えるべきこととなる。企業によっては、年間1000億円以上の広告宣伝費を支出しており、 特に自動車メーカーの広告宣伝費は大きい。通常、広告主と媒体の間に媒体から権限を委ねられた広告代理業が介在し、広告主は広告代理業に対して料金などの交渉を行うことになる。広告媒体にはマスコミ4媒体と他の媒体がある。1938年の雑誌広告新宿区街頭の広告すすきのの ネオンサイン鉄道車両に施された広告の霊駅のホームの広告 JR 北海道、串路支社の広告ラッピングバスグレーのラッピングが施されたボーイング747プラハマラソンのコースにてユニフォーム広告バレーボールの試合のフロア、広告放送局名ロゴ付きのマイク5大テレビ局が大手のラジオ、新聞、出版社も経営するといったクロスオーナーシップについて 大きな規制は行われていない。国際連合は2017年に法学者ディビット系を指名して特別調査を行い、そのことが情報市場への参加者数を制限していることを指摘したは、ブロードバンドサービスとの接続で広告を含めたコンテンツを展開している。屋外広告屋外広告は常時、または一定期間屋外で講習に表示される看板類を言う。 屋外広告物法、建築基準法、道路交通法や条例などにより制限がある。交通広告やバスシェルター、ポップ広告などを含めた媒体をウーメディアという。屋外広告の効果測定指標として DEC イコール1日の有効通行量やばい、エオイといった視認者推定モデルがあり、イギリスでは業界団体のポスター、アメリカではタブが策定、 管理している。その他に、ショーイングという媒体購入指標がある。これは、アメリカのように同時に何十機、何百機ものポスターボードをネットワーク掲出している場合の広告取引指標で、居住者1ヶ月の接触率であり、居住者全員への接触を狙えば100ショーイング、半分を狙えば50ショーイングという、日本のポスターボードは、単体で取引される場合がほとんどである。 交通広告交通広告とは列車、バスの車内外、航空機、船舶など公共交通機関に掲出される広告を言う。日本では駅、空港、バス停など公共交通機関の付帯施設に掲出されるものも含めて交通広告という場合が多い。日本やスイスのように鉄道網が発達している国ではこの比率は高い。動く媒体その他の SP 関連媒体広告関連の統計では、地上波テレビから区分され、ニューメディアという項目になっている。1999年に媒体別広告費でインターネット広告に抜かれた。インターネットも英語ではニューメディアであるが、カタカナ日本語ではそうではないのでインターネット広告は分けて以下に掲げる。DM 広告、アテナ広告等とも言われる。郵便、電子メール、 ファックス等を通じて、直接個人宛に広告が送信される。地域、性別、年齢、職業、趣味などの特性に従って、特定個人に広告訴求でき、テレビラジオなどの放送日、新聞、雑誌の発行日などに左右されず広告主の都合により広告が実施できるという特徴がある。 ダイレクト、メール広告の送信にあたっては効果的に行うため広告訴求対象リストが作成されている。20世紀に確立したメールとそのマネジメントの仕組みをダイレクトマーケティングと呼ぶが、その骨子は1対1のコミュニケーションによる行動誘発の統計的、通時的なマネジメントである。インターネットの一般化によりターゲットの購買行動をオンラインで即時に促す広告が、 盛んになり、21世紀の B2C の流星につながったが、これはダイレクトマーケティングのネット適用である。マーケティング研究や経営学、また会計学では、ブランド論が1990年代以降大きく発展したが、その規定には、そもそもどのような言葉を企業や商品に名付けるのかという1980年代以前からのネーミングという実践領域があった。加えて、 コーポレートアイデンティティが実践領域となるとそのデザインも含めて従来からのロゴマークと呼ばれた作業領域も拡大したいずれもその意図効果から見て抗義には広告である21世紀になって観光庁鉄道競技場など多くの人に知られたり利用される施設の命名権を販売取得する行為が一般に観察されるようになったこれらの行為は その意図、行動、効果などの面から、まさしく広告といえる。ネット、SNS の一般化に伴い、従来からの有料の媒体といった視野では、マネジメントの対象としても、現象の理解としても、広告が捉えきれなくなってきた。そこで、従来の支払ったメディアに加えて、自社の公式サイトや、自社発信の投稿の SNS 記事などの所有するメディア、 いわゆる口コミである、獲得した、メディア、動画、画像、デジタルコンテンツ、タレント、音楽、その他の広告コンテンツ、レコメンデーション機能などが考えられ、それらの知識を持つ者から適切に記述されることが期待されている。広告の内容については、不統計品類及び不当表示防止法や、医薬品医療機器等法などの法令、 業界の公正競争規約などで規制されるほか、各メディアで独自の広告掲載基準を持っており、表現が基準に合わない場合には修正を要請されたり、場合によっては掲載を拒否されることもある。しかし、掲載基準の運用は全体的に甘いため、古代表現の広告が後を絶たず、特に不動産業や貸金業など社会問題を引き起こしている業種も存在する。 その他、屋外広告物法のような規制も存在する。上述の通り、第二次世界大戦中は広告税が存在したが内容についての規制ではなかった。現代の日本では法令や自主基準などによると、医療機関、医療等の広告は医療法第69条で規制されてきたが、2001年に規制が一部緩和された。弁護士や法律事務所の広告も、 統括組織である日本弁護士連合会の方針で規制されていたが2000年10月より撤廃された。主に債務整理、破産手続き等を担当する法律事務所を中心に一般に対する広告が目立つようになった。かつては銀行など個々の金融機関の広告も規制されていたが撤廃されている。一方、タバコの広告は1990年代以降、 財務省令などで規制が強化された。法規制ではない自主規制では、アルコール飲料や貸金業などの広告がある。特に貸金業の広告は、一般紙や放送メディアでは、条件が厳しくなっているか、断られる場合も多い。広告を学問として研究し教育している広告学や広告論があり、欧米やアジア諸国では大学に広告学部や広告学科が、 また、大学院に広告研究科が置かれ、広告論や、マーケティングコミュニケーション論、広告媒体論、広告クリエイティブ論、広告心理学、広告調査論などを体系的に研究、教育を行っている。アメリカでは1901年にノースウェスタン大学で、W.D. スコット博士が広告心理学の講座を開講し、その後、広告学科が設置され、 今日15以上の大学に広告学科があり、10以上の大学に広告専攻の大学院博士課程がある。中国では1983年に最初の広告学科がアモイ大学に置かれ、1993年に大学院に広告専攻ができ、今日北京大学をはじめ200以上の大学に広告学部や広告学科があり、広告の研究が盛んである。 台湾では7以上の大学に広告関連学科があり、2以上の大学院に広告専攻が置かれている。韓国では30以上の大学に置かれている。ヨーロッパではドイツのベルリン大学に1921年に広告学科ができ、多くの大学に広告学科が置かれている。日本では1921年に明治大学で広告論の講座が開設され、 今日2100以上の広告関連講座数があるが、広告学部や広告学科はない。日本広告学会は、広告やマーケティングコミュニケーションを研究する学者や実業界の人の集まりで、1969年に創立し、2009年で40周年となった。本部事務所は現在は稲田大学内にあり、全国大会を年に一度、クリエイティブフォーラムと呼ばれるイベントを、 同じく年1回開催している。会員数は620名前後で、法人会員が30社前後である。広告科学というレフェリー制の学会誌を年2回発行し、2009年には第50周期年号を発行した。ありがとうございます。